こんなね、ゲーセンで燃えたのは本当に久しぶり。もうブロリー以来だったな。もうでもどうしても欲しくて。いやでもなんかさ、もう1000円以上使ったらさ、途中でやめらんねえじゃん。もうここまで使ったら取るしかないと。いや絶対ネットで買った方が安かったよな。でもね、ゲット無事にできました。まあ無事にっていうかね、頑張ってね。ジャンプ氷ブルースキンガール、ブルースキンガールのまさかのね、トア様のフィギュア、もう初ゲット、初ブルースキンガール。でもね、調べたくないんだ、調べたくない。まあ調べようと思ったよ、ネットで買ったらいくらなんだと。まあそういう性行為かすいまでもうしようと思ったけどね、調べたらショック受けるから、うん、めっちゃクソめっちゃ苦労したこれ。本当にかなり大変だったな。俺本当ゲームのセンスないんだろうね、マジでね。もうさ、もう力でさ、もうさ、拳でパリーンやって取りたくなったもんね、もう途中でもうこれもう割るぞみたいな感じになったけどね、頑張ってね、もうやった結果なんとかね取れたので、よかった、ありがとうございます。でもちょっとやっぱ調べようかな、こっそりネットだといくらで売ってんだろうみたいなね。もう絶対ショック受けるからやめた方がいいと思うけどいきます。ブルースキンガールゲット降臨です。うわマジでか、大好きな父様がまさかの立体になっている。初ギャムはない、ギャムはない。いきます、父様。うわマジですっげえ嬉しいんだけど。うわ頑張ったか、やった、ありがとう。よし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 、スポリスト。うわー、トア様、トア様のフィギュア初ゲット降臨伝説。何この感動で興奮、すげえ、めっちゃ美しい。わペイント、いやこのとんがり耳でさ、ブルースキンもう最高じゃない。この衣装もいいし、もう何も言えんわこれ。頭ドリルもあるしね、ちゃんとね。セッティングしまして、ありがとうございます。初父様フィギュアゲット降臨会でした。めっちゃ美しいわ。みんなもぜひね、ゲーセンにあると思うから頑張って。いやでもね、絶対買った方が安いと思うわ。でもゲーセンでやるのも楽しいからね、たまには。うん、たまにはあのゲーム上手い人はゲーセンで取った方がいいと思う。一回で取れたらすげえ安く済むから。まあ上手いっていう人はね、ゲーセンでやった方がいいと思うけど、やっぱ俺はね、いや前回のブロリーで分かってたんだけどな。うん、あブロリーだっけな、苦戦したの。すげえ苦戦したの。ご飯だっけな、まあ、どっちかでね、すげえ苦戦して、どっちか簡単に取れたような気がする。まあ簡単っつっても結構かかったけど、まあ俺の中では簡単に取れて、やっぱゲーム向いてないからネットで買った方がいいかもしれん。俺はね、俺はまあそういう、もう分かった、改めて分かりました。いやー美しい、やったぜ、父様だ。あの父様が立体になってるってだけですげえ、あ、もうちょっとでかいのも欲しいよね、これね。うん。ギャルズで出ねえかな。このシリーズのフィギュアもいいけど、もっとでかいのでも出てほしいよね。ほんと、マジで。マジで、トア様もっと大きいの出てほしいよね。すげえ楽しみだわ。まあ、そのうち出ると思うので、楽しみに待っていましょう。最後はね、トア様バイバイということで。いや、どの角度から見ても美しいな。さすがブルースキンガールだわ。